では、長呼吸型自然言語処理研究室の多田が、この表題の論文について、文献紹介させていただきます。この論文の、大きさと、カンファレンスです。2016年の論文になります。まずアブストラクトとして、ドクスベックで、ドクスベックのオリジナル論文で、示された性能の再現が難しいというような、問題がありました。でこの論文では、ドクスベックを、2つのタスクで、実験して、ちゃんと評価しようというものになります。またあと大規模コーパス、外部コーパスを使って学習したモデルだったり、事前学習されたワーデンベニングのモデルで、追加して使用することで、高い性能を、発揮することを確認しています。また、それらに合わせて汎用目的で、ハイパーパラメータの、チューニングの、推奨値というのも提案して、このドクスベックの有用性というものを、こう定義したというか、紹介している論文になります。でまずこの論文の、疑問点というか、目的ですねは、以下の3点になります。まず、異なるタスクでのドクスベックの有効性、あと、DMPV と、DVO でどっちが、実際のタスクで優れているのか、あとは、先ほども触れた、ハイパーパラメータ最適化だったり、事前に訓練された、単語エンベディングで、ドクスベックの性能は改善するのかという点になります。でこれらの検証をしていく上で、まず、通常のといいますか、シェアドタスクを使って、ドクスベックの有用性をちゃんと評価していこうというものになります。でエバリエーションタスクとしては、この2つですね。ウェブフォーラムの、質問の重複を、見るタスクと、文書の類似度を見る、タスクになります。でこれらを、実験するときには、小規模なインドメインの、コーパスで学習しています。で1つ目の、タスクでは、スタックエクスチェンジから、抽出した順位のサブフォーラムで、この、学習の、学習とテストデータを使って、性能を評価しています。でこちらが、1つ目のタスクの結果です。で、一番右の N グラムはN グラム1から4で、ベストのスコアというものを、こちらに、表示というかこちらに掲載されています。でこれらを見ると、やはりドクスベックのがちゃんと使えるということが、見て取れます。で、この実験では、DMPV よりシンプルな DVO で高い、より高い性能を発揮することが確認できます。で2つ目の、文書類似度のを求めるタスクです。でこれは、シェアードタスクでセムとセミイバルで使われているものになります。でこのタスクは、5つのドメインで各ドメイン、375から750程度アノテートされた、文書のペアを用いて、文書の類似度を求めていきます。でこちらが、結果になります。先ほどの実験もそうでしたが、こちらの実験でも、ドクスベックちゃんと、N グラムとワードスベックとの比較ですが、ちゃんと高い値出てるよねっていうのが、確認できます。で、DLS が、一番左の DLS がこの、タスクのコンペティターで一番良かった、システムのスコアだそうです。ベストにはいかないですが、比較的ものによっては近かったり、それなりに高い値を出ていることが確認できます。
で次に、ハイパーパラメーターの、スタティック化だったり、先ほど触れた、外部の、大規模コーパスを使うという、次の段階の実験を行っていきます。でハイパーパラメータのチューニングでは、この論文では、初期の、ラーニングレートと、ミニマムラーニングレートを固定して、他のパラメータの値を最適化していきます。でその後に、大規模コーパスですね、使うで実験していくんですが、その時に使うのが、イングリッシュウィキペディアと、AP 通信の、2009年から15年の、英語のニュース記事になります。でこちら、ハイパーパラメータのセッティングです。この、論文では、おそらく実験回数がだいぶ多くなるので、データ、結果のみの表示になっているんですが、このような、チューニングで、高い、このようなチューニングが一番高い性能が出たような形になったようです。でこのパラメータでの、実験結果の値になります。失礼しました。でこれでは前の実験でスコアに高かった D4 で、実験しています。ここにありましたね、失礼しました。でこの、実験でも、一部、N グラムが高いような部分もありますが、比較的、高い値を、きちんと示しています。で、事前学習した、ワードエンベディングを使って、ドクスベックの改善が図れるかというものになります。で、これが、実験の、引き続き実験の結果にはなるんですが、これが、その、右2つが、事前学習した、ワードエンベディングを追加したものになります。でこれを見ると、一番左のただこれまでの D単体のモデル、単体のものより、事前学習したワードエンベディングを使用したものの方が、高いスコアが示せて、より広い範囲でですね、高いスコアを出しているのが分かります。コンクルージョンです。この論文では、2つのタスクでドクスベックの、評価を行って、その後、それでは、D4 の方がシンプルですが、より複雑な DMPV よりも、いい性能が出せたという結果を示しています。また、汎用目的のアプリケーションの、ハイパーパラメータの、推奨値を提案し、さらに大規模コーパスを使ったり、事前学習したモデルを使ったりして、ロバストな性能が発揮できたとしています。以上で発表を終わります。